はい、今日も元気にアリーナやっていきます。ルーです、よろしくお願いします。はい、というわけで冒頭何のこっちゃってことなんですけど、まあ昨日出した動画、昨日出してないか、昨日は勝率5割だったんですけど、5戦して、51% になりました。まあだからなんだって感じなんだけど、でちょっと政治外そうかなと思って、政治の生存率は高まったけど、まあ、やっぱりちょっと火力がちょっときついかなっていうことで、流雲装備のスルトに変えて相手の覚醒ゲージを下げていくっていうスタイルでやっていこうかなと思いました。まあ、ミスター、まあ、いろいろ足りないんですよね。まあ、本当、まあでもこれもね、セブンナイツの楽しみ方の一つだと思いますんで、今のこの苦しい状況をね、なんとか、乗り切っていきたいなと思います。いや、iPhone 11だと広角だからさ、体までしっかり映してくれる。他の iPhone 7とかだとダメなんだよね。iPhone 11だと、iPhone 10だとどうだろうね。ちょっと試してみたいですね。いや、でもやっぱり iPhone は素晴らしいですね。はい、というわけで行ってみましょう。対戦よろしくお願いします。どうして止まるか、どうして止まるか。小島不快所まくちれ、まくちらせ。どうしてロージーか、ロージー欲しいんだよね。ちょっとガチでロージー狙いに行きますわ。狙いに行きますわって今更かよって感じなんだけど、来週ルディが神話覚醒するから、だからあと2回ぐらいロージーと戦うチャンスあると思うんで、なんとかそのチャンスをものにしていきたいなと。先に撃たれた。どうして止まるか。見えてきた光の道が。向こうのジェラードヒットポイント低いってことは完全反撃なんだ。どうして止まるか。どうして止まるか。参ったな。導きましょう。どうして止まるか。女神のため。いいぞ。すべてをぶち壊す。ナイス。どうして止まるか。こんなはずじゃ。出発準備よし。あららら。大したことないじゃん。じゃらいで。まあ、でもちょっとね、仕事してないレギンレイブが仕事できるからいいでしょう。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。いいでしょう、出撃も発動で次覚醒でしょう。天に平和をよく見ときなさいよ、深淵の力よ、亀裂を作って飲み込め。どうして止まるか。こんなはずじゃ。痛いぞ。希望とは絶望の中から開花するのです。こんなはずじゃ。どうして止まるか。天に平和を。なんか強い人はあれらしいね、フレイヤの防御力を極盛りで1万2000ぐらいまで貯めてる、上げてる人がいるらしいね。カッチカチプレイヤー。どうして貯まるか。どうして貯まるか。地獄の亡者たちを深淵の果てへ導きましょう。
ない。女神のために。ここまで平成効果が来てないのはきついだよね。どうしてたまるか。霊空の降臨のもとに。ついね、呪いとミリアの発表が重なってくるから。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。あーくそ、ネガバフ解除で消されてなければ勝ったのに。悪に染まった者たちを正しき道へ。女神のために。私たちのスキルが使えない。一筋の光に間に合わないでしょう。負けちゃダメなのに。これ負けでしょ。俺負けっすな。ここさん強いな。フレイヤじゃなくてスルトじゃなくてフレイヤっていう手もあるか。まず装備が揃ってないっていうのかな。痛いな。私たちの絶望が一筋の光に。でもねえ、3回行をやってるから暴君4つ持ってる人はだいぶいるだろうしね。俺2つしか持ってない。目標殲滅そうして。たまるか。道を教えて。進むべき場所へ。次元を超え、新たなる世界へ。このまま運命じゃない。どうして。たまるか。天井の光。我が剣となり。暗闇が探索したんだよ。どうして。たまるか。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。どうしてたまるか。終わりか。天に平和を。見えてきた光の道が。どうしてたまるか。このまま終わるわけない。スルトのスキルゲージ使って覚醒ゲージ下げるわよ。あれかな。防御リーダーじゃないとあんま使えないかな。アンテだけ暗闇になってたわ。忘れてたんだな俺。本席に暗闇つけてたんだけど。大丈夫、ありがとうございました。完全な勝利で高級の平和を享受。大戦よろしくお願いします。どうしてたまるか。どうしてお。たまるか。私たちの絶望が一筋の光に。どうしてたまるか。天に平和を。こんなはずじゃ。下がれ。しゃ、すべてをぶち壊す。向こうの。どうして。あれアンテかな。違うか、ノアか。混沌に満ちたこの世界に秩序を取り戻しましょう。どうして。たまるか。天に平和を。問答無用。穴だらけにしてやる。どうして。たまるか。どうして。たまるか。希望とは。絶望の中から。これ俺が使ったんだよね。オッケー、じゃあこれで。復活阻止無効にできるわ。どうして。たまるか。終わりか。天に平和を。見えてきた。やったぜ。どうして。たまるか。どうして。たまるか。見えてきた。これがハマるとでかいよな。
5番目にいるからなかなか当たんねえな。どうして？オッケーオッケー。ポリバフ会場。私たちの絶望が一筋の光に。私たちの力。どうして？たまるか。こんなはずじゃ。変身。響け愛の鼓動。マジカルピュアハート。ここに参上。出発準備よし。大したことないじゃん。ちょろいで。延長できるかな。次元跳躍。フェイズ。よく見ときなさいよ。オッケー。深淵の力よ。亀裂を作って飲み込め。フェイズ。痛いぞ。まずレベル低いからあんまダメージ当てられないのかな。これでどう？反撃ではなく通常攻撃したね。全てをぶち壊す。こんなはずじゃ。どうして？たまるか。よし、平成来た。世界に秩序を取り戻しましょう。終わりか。天に平和を。響け明るく激しく。そして強く。こんなはずじゃ。どうして？たまるか。限界。大変ありがとうございます。これが俺の使命だ。完全な勝利で高級の完全な勝利で高級の平和を享受。大変よろしくします。今が金曜でしょう。もうとりあえずねしばらくはマスター。目指してやっていきます。でそれ以外のことに力を入れてやっていこうかなと思っております。でそれでもまあ日々出していこう、動画出していこうと思ってますので、大したことないじゃん。ちょろいで。次元跳躍。どうして？まあ、どれだけ装備が重要なのかも分かるし、じゃあ装備ない中で、どうやって戦ってるかっていうところを、まあ、自分の記録にも残しておきたいですよね。天に平和を。見たことない運命じゃないのに。私たちの絶望が一筋の光に。もう残ってない。どうして？残ってない。もう全部小島帰りしたね。じゃあ希望とは絶望の中から開花するのです。運命じゃないのに。どうして？たまるか。天に平和を。ここまでなのね。これで平成を無効にするのか。穴だらけにしてやる。まあ俺のすると死ねなかったけどね。たまるか。死神降臨。貴様の死は俺の挑戦にある。どうしようかな。終わりか。もっと安定の防御力もれないかな。見えてきた光の道が。魔法型だから光は無理だからな。どうして？たまるか。どうして？たまるか。見えてきた光の道が。どうして？このランク帯であれですね、スルト見ること多いですね。やっぱりセージよりスルトなのかな。どうして？ここまでなのね。逆に平成疲れた。さあデロンズ頼むぞ。たまるか。どうして？たまるか。深淵の境界を破る。これで貫通以外は食らわなくなる。いきなり貫通きた。どうして？たまるか。
ここで終わるのか。マジかよ。ダメだ、勝てねえ。スキルが、目標、あれこれ相手だよね。殲滅通して、こっちもスキル残ってるけど、これで倒したい。追撃、あ、追撃、よかった。これが俺の使命だ。この曲をどれだけ聴きたいと思っているか。対戦よろしくします。どうして止まるか。どうして俺のスルトがフレイヤーになってるバージョンで、ジェラードワンバックだったね。違ったか、気のせいだ。ボジュバフ解除かと思ったわ。まだね、安定はデバフが重要だから、攻撃よく攻撃が当たんなくてもしゃあないって感じかな。進むべき場所へ、次元を超え、新たなる世界へ。どうして道を教えて、進むべき。とりあえず回復不可解し、ここまでなのはずじゃ。どうしてたまるか。死神降臨、貴様の死は俺の死。マジか、そうだ、レギンレイブ沈黙対策するの忘れてた。したな。たまるか。どうして。たまるか。自分の死を。感じるがいい。こんなはずじゃ。どうして。たまるか。終わりだ。まあでも、その分、全員4人のスキルは回りやすい。ポジティブに考えよう。まだ覚醒打たれてないんで、覚醒打たれてないうちに、あ、それで、あー、ダメだな。あの感じだとレギンレイブは死なないな。問答無用、穴だらけにしてやる。まあでも優勢なのは俺か。たまるか。こんなはずじゃ。見えてきた光の道が。どうして止まるかない。対戦ありがとうございました。やった、4勝1敗。混沌と絶望を、秩序と希望に。 OK でございます。 OK 丸。とりあえずスルトでしばらく行ってみたいと思います。で、そうだな、マスター行けたら、プレイヤーにちょっとしてみます。はい、というわけで本日もご視聴どうもありがとうございました。ルーでした。皆さん、また明日。